トニーズコレクション。今回は E653系フレッシュ日立をご紹介していきます。 JR 東日本水戸支社から E657系電車に E653系フレッシュ日立のカラーリングを施して運行すると発表がありました。そこでこのキャンペーンに便乗して私のコレクションフレッシュ日立を紹介していきます。フレッシュ日立というとカラーリングが異なる5色の特急電車ということで有名でしたよね。そして1997年から2013年までこのカラーで常磐線特急として走っていました。この当時上野東京ラインがまだ開業していなかったのでほとんどの方は目にすることがなかったと思います。この5色を復活させるということは上野から品川までの間で見ることができるのですから大人も子供も大興奮ですよね。前置きが長くなりましたが、それでは私のコレクションを紹介しますし、はい、ではまず緑のカラーリングのものからいきたいと思います。テーマカラーの緑は霞ヶ浦と飛び線を表しているとのことです。そういえば私が社会人になった頃先輩がウィンドサーフィンを教えてくれるというので霞ヶ浦で練習をしたことがあります。初めての体験だったので何回も水に落ちました。その頃の霞ヶ浦は今よりももっと緑のものが繁殖していて、そんな水を落水した時に何回も飲んでしまったという思い出があります。霞ヶ浦に緑というイメージを身をもって体験しました。続けてですけれども次はピンクです。はい、これは梅と高文亭ということで偕楽園ですね。はい、偕楽園というのは日本の三大名園に数えられていますが、正直言ってなぜ三大名園に入っているのか私はちょっと疑問です。と地元茨城の名所ですってどうすんのと言われてしまいそうです。はい、続けまして次は黄色ですね。黄色はこちら、はい、日立海浜公園の水仙をイメージしているそうです。この公園は青いネモフィラとか赤いコキアで有名ですが水仙やチューリップでもとても綺麗ですね。それから公園までの鉄道はなかったんですがなんと日立中海浜鉄道の阿字ヶ浦駅からの延伸の建設認可が下りたんですよね。そうなると勝田駅からひたちなか海浜鉄道を乗り継いで公園入り口まで行けることになります。とても楽しみです。とても楽しみですよね。はい、続きましてはちょっと待ってくださいね。続きましてはこちらオレンジ色です。
これは袋田の滝をイメージしているそうです。最寄り駅は水郡線の袋田駅で、そこからバスに乗り換えて10分ぐらいということです。水郡線は赤字収支で廃止対象かと言われていますね。それから自然災害で鉄橋が流されて復旧に約2年もかかったということも、つい最近ありました。というわけで乗り鉄の皆さん、乗るなら今のうちかもですね。ちなみに袋田の滝は淀の滝と言われていて、春夏秋冬いつ来てもその時の日の美しさを堪能できるということで、いつ行ってもいい素晴らしい滝です。はい、で最後になりますが、こちら、はい、一番よく目にするんじゃないでしょうかね。青色の テーマカラーを持ったフレッシュ日立ですね。はい、この青色っていうのは塩谷崎海岸と灯台をイメージしているそうです。でこちらは茨城県のいわき市にある灯台らしいです。残念ながら私は訪れたことはありませんが、白い綺麗な灯台らしいです。ちなみに常磐線からの最寄り駅はないので、あしからずご了承願います。ということで順番に並べていきます。いいよ、5色なんでかっこいいですよね。ということで私のコレクションの紹介と雑談の方を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。